準決勝第2試合第1セットお願いします。ハローファイト。さあ今回はなんとアークエースがシールドプレイヤーが2人の2壁積んできました。対するユニコーンはシールドプレイヤーは1人1人5311を入れてます。確かしライフ順調に削ってますね。確かし先制点を決めてきたのはアークエース。確かしシールドの外にいるシールドプレイヤーが、ライフが1枚、そして、ね、アークエースはアタッカーのライフが1枚となっております。さあこのリード、さあ張るところを逃しません。2点のリード。さあここで全てのシールド、5枚全てを一旦使ってきました。対するユニコーンは3枚残してます。さあここは耐えるところ、ラストスパート残り20秒を取っていきたい。さあしかしアークエース硬いシールドまだ2枚残している。さあ隙間狙えるポジションか。さあ勝負を仕掛けに来た、取っていけるか。2点、さらに追加点、逃げ切りました。0対3でアークエースの勝利です。おめでとうございます。喜びのあまりね、アタッカーの龍選手準備ができたようなので始めていきましょう。ユニコーン VS アークエース第2セット始めていきましょう。波動ファイト。アークエースは変わらず5壁、そしてユニコーンは3151チャージプレイヤーを積んできました。そしてチャージを積んでないもう一人のアタッカーは5311。さあまずはシールド1枚貼ってきましたが、チャージ後が早い。溶ける溶ける。さあここで先制点を決めてきたのはユニコーン。この1点は大きいぞ。さあ冷静に自分のシールドを展開してくる。うまい。さあやはり2壁のシールド割れるタイミングが早い。お互い待つような展開。残り30秒。さあユニコーンもシールド1枚残している。お互い残り硬いシールド1枚ずつ隙間を決めてきた。1対1の同点。ここで攻めてくる。さあしかしライフ少ないぞ。つなぐのかアークエース。取り返せるか。1点、ライフ1枚、逃げるぞ、取ってきた。さあ延長戦です。時間無制限で先に1点取った方が勝利のサドンデスマッチ。ユニコーン第3セットにつなげるのか、アークエース逃げ切るのか。オーバータイムマッチスタートです。さあアタッカーがライフ4枚、やはりここに集まるか。そしてシールドプレイヤーはライフ1枚。さあライフ1枚、おっと避ける、決めれるか。ユニコーンもライフ1枚の選手がいる。どっちが決める。